んにちは、しなこです。今日も元気だと思います、ねねです。はい、元気でよかったです。今日は何をするんですか？はい、今回はですね、自由で1万円分のコーデを買って当たるか当たるか何に当たるか2人でお互いのやつを見ないで1万円分お買い物をして、でアイテムが被るかみたいな、合うかみたいな、あの前コンビニやったんですよ。コンビニでね、あのやったりとかしたんですけど、その GU バージョンでね、1万円分買い物したいと思います。はい、イエーイ。どうなんだろうね、なんかどう選べばいいんだろうね。服さもうね、全然違うじゃん。しかも GU ってイメージがないの。ああ、買わないもん、絶対買わないもん。はい、わかんない。まあちょ、お互い比較線を立てて合うようにね、買っていきます。それでは GU に行ってきます。うん、はい、ということで買ってきました。あの渋谷のね、GU に行ってきました。はい、暑かったね。暑いね、もう夏ね。夏物セールとかやってたんで、1万円でもかなりいっぱいね、あのアイテムが買えて、あのアイテムだけね揃えたんですよ。テーマみたいに決めて、 T シャツとスカートとネックレスとイヤリングとバッグとサンダルとルームウェアの7カテゴリー、それはお題としてちょっとお互い7個買って、だいたい1万円で買ってきました。じゃあ合ってるかどうかね。どうでしょうね。合ってるかな。まず T シャツを出します。せーの、ドン。出会いだよ。あ、見た、これねねちゃんっぽいって思った。私は普通の白 T です。無難に行った方が合うのかなと思って。あ、なんかひなこちゃんたまに青コーデするじゃないですか。うんうんうん、だから、あ、これ、あ大丈夫ですか大丈夫ですか。これも買おうかなって思って。なるほど、確かに青時々着るよね。これ可愛いと思った。1個目はちょっとダメでしたね。どうだろう、この調子で行ったらねねちゃんもしかしたらめっちゃしなこっぽいの買ってそうだな。え、全部しなこちゃんに合わせました。え、マジ？しなこちゃんっぽいの買いました。いや、ちょ、逆にねねちゃんっぽいの買っちゃった。じゃあ次行きますか。はい、次何する？スカート。はい、せーの、ドン。違うよ、全然違くない。で、こんなの履かないよ、私。え、違うんですよ、スタッフさんがスカートどうしようかってなって、え、これ絶対しなこちゃんってなったんですよ。じゃあこれしかないなと思って。え、スタッフさんが言ったの？はい、スタッフさんのせいにしてますよ、この人。え、うちはこれね、てんちゃんのなんかタイトな感じのロングスカート入っちゃうね、もうね。入りますね。でもこれがね、合うと思って、色とかもね合わないですね。ポトポトか合わないですね。確かにね、ロングスカートだもんね、いつもね、私の。嘘、もうなんか合う気がしなくなってきた。合う気がしなくなってきたね。では次何にしますか？サンダル。はい、じゃあサンダルを一緒に出しましょう。せーの、ドン。お、え、あー大丈夫、やったー、あった。これ入れそうと思った。え、これなんか2択だったじゃないですか。2択だった。2択ないよ。ただサンダルいっぱいあったんですよ、GU さんで。いっぱいあったんですけど、このスポーツサンダルがね、今セール中で今1490円っていう、めっちゃ安くて、スポーさんが2択しかなかったっていう。他の可愛いおしゃれなヒールのサンダルとかいっぱいあったんですけど、スポーさんが2択だったんで、奇跡的にあったって感じかな。いや、ねねちゃんがそういうヒールとか履くイメージなかったの。あ、はい、買わないよね、絶対スポーツサンダル履いてます。そうだよね、やった。あ、1個あってよかった。やった。そうだね、美味しいね。次、1個あったからちょっと安心。では、じゃあここから小物系もいきます。じゃあカバンから、せーの、ドゥッ。ええー、じゃあやん。なんで、うちこういうの使ってる？なんか、ネネが見たところにこれがなくて。あ、なかったのね。一番上の階のパンがめっちゃ置いてあるところから選んだ。はいはいはい、選んだんだ。絶対これ選んだね、でもこれ。だよね、ちょっと姉ちゃんのミスですね、これは。ちゃんと見てなかったから。同じ場所に置いてないんだよね、なんか系統ごとにこう置いてる場所が違ったりとかして。この帽子は帽子とかじゃないんですよ。これはちょっと事故だ。そうですね、事故。はい、では次、ネックレス。はい、いきますよ、せーの、ドゥーン。あれ、あー、前の方だった。なんか私が選んだのは、こ
こういうね感じのチェーンみたいな金のキラキラしてる感じのやつなんですけど、姉ちゃん選んだのはなんか丸いねやつについてるな。これ自分の好み？なんかネックレスをジャージでつけてるイメージがなくて、つけないな。一番シンプルなこれ。ああ、姉ちゃんこれかなっていつも思った。これはね、5択しかなかったのに合わないの信頼ね。次イヤリングやって。うん、私イヤリングはこちらを選んだんですけど、なんとですね姉ちゃんが選んだイヤリングをカゴに取り残してちょっとらしくて、合計7点になるはずなんですよ。お会計が6点しかね買ってないよね。ごめんなさい、セルフレジだったからかな。え、でもこれだった？違います。違うんかい。何のやつ？ピンクの真っ赤なやつ、うん、あったね、あった、ピンクの丸いやつ。迷ったけど姉ちゃん大きいな、こういうのよくつける。今日もめっちゃでかいじゃん、ゴールドのイメージだったから。そう、これにしちゃった、合わなかったね。はい、じゃあ最後にですねルームウェアで終わりですね。最後にルームウェアです。せーの、じゃん。そう、あ、一緒だね。え、いるよね、本当だ。え、何今の。やったー、最後もあった、イエーイ。そう、これアリエルなんですよ。ほら、やばー、一番可愛かったよね。可愛かった、うん、いっぱいあっていろいろ可愛いんですけど、一番涼しそうで可愛い、うん、こんな感じ。え、よくない？可愛い。これ着てさ、お泊まりしよう。します。はい、ということで GU でお買い物してみた結果2点揃いました。やったー、やったー。もっと揃うと思ったけどね、うちは結構無難で攻めてたから。でもこんだけね買っても1万円前後で収まるので、本当に GU 神だなと思いました。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。